中間高速道路10号線はアメリカ合衆国を横断する週間高速道路である。I-10 は最南端に位置する東西太平洋大西洋横断高速道路である。最西端はカリフォルニア州のサンタモニカで最東端はフロリダ州のジャクソンビル。I-10 の西端アリゾナ州フェニックスニューメキシコ州のエグジット後 付近テキサス州ヒューストンルイジアナ州、ニューオーリンズ I-310 と I-510 はニューオーリンズの南のバイパスである。I-610 はニューオーリンズの中心部を避け、東西を通る。バトンルージュと I-59 県に位置する I-12 は I-10 と I-59 を結ぶ近道である。これは、 I-10 が I-12 よりも南側に曲がるためである。2005年8月にはハリケーンカトリーナの襲来でニューオーリンズ・ポントチャートレーン間の I-10 が深刻な被害を受けた。大動脈のエスカンビア・ベイブリッジとは違い、I-12 がニューオーリンズのバイパスとしてあったため、レーク・ポンチャートレーンとニューオーリンズの東からの往来が可能だった。 2005年10月14日の午後3時には東区間の破損部分は開放された。2006年1月6日の午前6時には西区間の破損部分が開放された。この区間では西行きの制限速度は45マイルパワーに東行きの制限速度は60マイルパワーに設定された。特大重量超過の車両は6車線道路が建設されるまで規制となっている。 2008-2009年には西行き、2011年には東行きの新道路が完成する。ミシシッピ州ではパスガゴーラ川が区間が開放され、通常に機能している。I-610 はテキサス州ヒューストンの環状道路でもある。また、I-410 はテキサス州サンアントニオの環状道路。 カリフォルニア州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州、ルイジアナ州、ミシッシュピ州、アラバマ州、フロリダ州、テーブル1、メインルーツオブザドワイト・ディ・アイゼンハワー・ナショナル、システム・オブ・インター・ステート・ディフェンス・ハイウェイズ・アズ・オブ、オクトーバー・サンジュ1、2002、ルート・ログ・アンド・ファインダー・リスト、フェデラル・ハイウェイ・アドミニストレーション、2020年5月22日、閲覧。ありがとうございます。